はあの対談の会場の対談の会場のです。今回の見え詳しく見よう。ここはあのオインナイサっていうあの、まあ、大阪なとかメイン、はい、伊勢のその海の方ですね。美味しそう。で、こちらの方はまあ豚、三重豚やったかな、ここは。三重豚っていうのはあるんですか？三重豚を使ってたと思うんですけど、松阪牛三重豚ってあるんですか？違ったらよし。これ書いてある、東海道五輪。そう、こういうことなんですよね。これは何ですか？これはからこんなから揚げ、まさか一人前じゃないですか？あ、でも伊勢のから揚げ。伊勢うどんしたらいいんですけど。でも本当にここはもうあの三重のうまいものを集めてるっていう、そういうのですごいこだわりを持った店ですね。はい、この店は三重馬宿日本古町四日市宿って店なんですけども、もう簡単に言うと三重のアンテナショップを作りたいなと思って今から5年前に作ったお店です。ちょっと中入られてご案内させていただきます。これ中に3つの店が入ってるんですけども、こちらの方は伊勢志摩の郷土料理とか三重県の、旬な食材を食べるオイナイサっていう店です。で、オイナイサっていうのが伊勢の方の方言でようこそとかいらっしゃいませっていう意味の方言なんですけども、それを店の名前につけてます。で、もう一つ奥はスワホルモンっていう焼肉ですね。三重県のブランド豚とかブランド牛を食べれる焼肉と、こちらの方が三重県の地ビールと、ま、全国 の、 あのいろんな地ビールが飲めるってお店のクッキングのお店が入ってます。あとはこちらでこう三重県の、四日市さんのお茶であったりとか三重県産のものを販売するお土産屋さんを併設してるんですけども、ここ一つで三重県のいろんなことを知れるっていう、ね、いろんな情報をここから発信していくっていうお店をやらせてもらってます。はい、これは四日市さんのかぶせ茶というお茶ですね。はい、あ、伊勢うどん、この子ちなみにあの南伊勢町のゆるキャラのタイミーですね。タイとみかんの合いの子なんですけど、それでタイミーっていう。はい、まあ、トロキさんぐるーっと四日市の商店街回ってきまして、でもうね、あの東海道とかご覧になっていただいたんですけれども、まだまだ紹介したところたくさんあるんですけれども、とりあえず喉乾いたし、いろもっとなんか落ち着いて話したいなということで、あの先ほど紹介させていただきました、もう入り口とか、ね、ご覧いただいたよりも三重のことをもうまるっと喋るならもうここしかないやろうということで来させていただきましたけれども、ね、我々二人だけじゃなんなんで、ね、お忙しい中、もうむしろ無理やり呼びつけました四日市といえばということですね。はい、はい、そうですね、馬宿日本古町の、吉田金次郎さん、そして、ね、前県議会議員の稲垣明義さんです、ね、これから大変やのに、この時に呼ぶな。いやいや、たまたま金さん飲んでたの、ね、飲んでた、飲んでた、飲んだとこに来てくれた、ね、まあ、せっかくなんで、ね、こうやって揃いましたんで、まあ、三重っていうくくりにするとちょっと大きすぎる、うん、もうね、うん、さらにまたシリーズ作らなあかんくなるのでシリーズが、まあ、なんとなく四日市のこととかをですね、喋、っていきたいなと思いますけれどもね、やっぱりここお店って言ったらかぶせ茶、かぶせ茶ね、はい、ね、四日市さんの前で、ね、四日市さんなんですよね。そうそう、美味しいよ、もう結構飲んじゃいましたけど、うん、これアルコールが入るともっといいんですね。かぶせ茶割りって、ね、そう、かぶせ茶割り、金宮焼酎はね、このかぶせ茶割り、これまたいい、今日はアルコールが入ってないな、これです、これノンアルコール、ノンアルコール、これアルコール入っちゃうとちょっとやばいね。4日番組終わんないですね、終わらんくなります。だから僕はここの地ビールがめちゃくちゃ気になって、もうそっちばっかり目いってるんですけど、これはやっぱりクラフトビール、ね、入り口で A の、A の始めてもらったけど、ビールもね、名犬の地ビール、名犬の地ビール、名犬の地ビール今やってくれてるんですよ。そうなんですよ。だからもうお茶にせよ何にせよ、もう結構その四日市から
全国に行ってるものってありますよね。そうですね、はい、ここに来る前に、うん、さっきギナギナの2階をまたあの映画紹介させてもらった、はいはいはい、あれ紹介するような場所なの？いやギナギナに行くと普通の部屋やろ。カルチャーショックですよあれは。もうその誰とも会いたくないっていう人はもうあそこで飲めるって。でそこにまああのあそこでまあ鍋宴会スタートであの2階をやりましたよということで、うん、その土鍋の話をしたんです。なるほど、うん、あれ初めて来ましたよ。いやでも子供の頃は普通に鍋、ね、あはい、あの家で使ってるじゃないですか、うん、これがこの鍋、うん、ここなんだ四日市は。バンコバンコ焼きでね、四日市がもうシェアほとんど、ね、国産の鍋についてはこれ知らない日本人いっぱいいると思いますよ、うん、もう今北海道なんでもう鍋手放せへん地域じゃないですか。確かにでも やります北海道で逆に鍋。あやりますよ。やるんですか。あ、まあ、もちろんジンギスカンとかねやります。そうですね、でも海鮮とかねやっぱり、うん、いやあの寒いので鍋はすごくあの皆さんやりますので、だからそのお鍋は四日市さんで、はいはい、中身は北海道さんで、はい、この四日市と札幌のコラボレーションみたいな、ね、今国のコラボみたいな。コラボちょっとこれからギナギナそれでいこうよ、うん、あの上の鍋、ええ、中身は北海道から仕入れてもらう。まず自分のところからコラボか。前にねバックのその2階のとこで、うん、あの僕が龍馬の会ってやって、いつも坂本龍馬の命日には11月15日には集まるんですよ、はい、で坂本龍馬は11月15日にその寒くてシャモ鍋を食べようと思って、はい、あの殺されてるので、なるほど、でマックのあそこ鍋でシャモ鍋にしてくれっつってね頼んだんですよ、はい、そしたら分かったって言って、はい、鍋の中にシャモ字が入ってシャモがね手に入らんだとか。シャモがなかなか手に入らないぞ、ね、今日はシャモ字で勘弁してくださいと、うん、そうそう鍋をわざわざシャモ字入れてあるんで、ね、まあ、これでしゃあないかっつってみんなでシャモ字鍋を食べた。でもそういうトンチが効いたところからやっぱりその人に知ってもらうっていうの大事じゃないですか、まあ、知ってもらうところから始まるっていう、知ってもらうところ大事ですね、謝礼とか大事ですよね。そうそうそう、でもそこ以外はどこ見てもらった、そのマックのギラギラの2階見てもらっただけで、せっかく北海道から来てもらった。あそこを見たら四日市が滑ってもらった。もうちょっとちゃんとしたとこ行ってないの今日。今日はあの商店街もいろんなところを紹介したかったんですけど、まあ、時間があれなんで、はい、東海道を歩いてもらったんです、うんうん、で僕はその、うん、一度トマキさんと、うん、東海道を歩きたいなって前に思ってて、うん、まあ、今回こういう企画、うん、せっかくあるので歩きましょう、はいはいはい、で諏訪神社の方から歩き始めたんですよ、うん、はい、そこをご覧いただいて、うん、どう思うかって、そのあそこはもう歴史ある通りやけど、はいはいはい、歴史的なものってないやないですか、うん、確かに、あそこでいろんな工夫をして、うん、そこをなんかちょっと観光名所的なことにできへんかということで、うんうん、まあ、この、フリートークの中でも入ってたんですけど、あの鹿児島の天文館商店街に行くと、うん、あっちこっちにその銅像があるんですよ、島田有明。まあ偉人が多いでな。そうなんです、偉人が多いんですけれども、でもそこで多いです、偏見が多いなんか自分らの銅像作っとくと吉田金次郎とか誰やろこれ。画鋲さん、吉田さん何しようか、すごいことになってるかもしれないですよ。二宮じゃなくて何をしよう今。何をしよう。そっち金次郎やとそっち行ってしまうやな、どうしても。そんなんでもおもろいですけど、でもあそこの通りってその古代から言うともう600何年の時から、はい、ずっとその東海道っていうのはあるわけで、うん、日本の大動脈でね、東海道は。だから僕の歴史のその知識で辿ってっても、あの織田信長がもう精一杯なんですけど、はいはい、その前も多分あの教科書で習った方がいっぱいあそこを歩いてるわけですよね。絶対通ってるんですよ。あれはトロンさん今日見てもらってどうでした、あの感じで。なんかいいアイディア。国道1号線があって、ここにあって入り口にやっぱり諏訪神社で神社があるじゃないですか。もうなんかそこがこの諏訪神社っていうのはもう昔からあるわけですので、その東海道とかのその変遷を言ってみれば神社見てるわけですよね。でも我々としては今普通の商店街かもしれないんですけど、その歴史的なものがここにあったんだっていうことがあると、すごくそのなんか想像の世界になるんじゃないかなと思って。僕はちょっとあの話出せないし、鉄道オタクなんですよ。あ、そうですね。なんか話しました、はい、で廃線マニアっているんですよ。昔ここに鉄道が走ってたっていうことで、
それだけでもいても立ってもいられなくワクワクするわけですよ。あそこも鉄道走っとったんですよ。諏訪駅ってあった。諏訪駅ってあったんですよ。本当ですか、はい、ね、確か昔昔は。そうしたらもうその廃線跡っていうことで行けば、はい、まず確実に鉄道ファンは来ますよね。あとやっぱりそのなんか人間って昔こここうだったっていうようなことの情報があると、なんかそこのなんかイメージをうまく重ねる。でさっきマックさんに聞いたんですけど、歴史資料館とかないんですかと。そうすると全然写真とかあるじゃないですか。そうするとその写真と今の映像をうまくその技術で重ね合わせることができると。写真はね結構ありますよね。あの諏訪駅の写真ももちろんあるし、あるんですか。あそこの東海道の、まあ、東海道の昔っていうほどでもないけど、まあ、汚いけどね、あの昭和初期のそういう商店街の写真もあるし、今だからね、このちょっと上りが東海道ってあるだけなんで、はいはい、それだけでももったいないなって思うんですよね。確かにね。その東海道のやっぱりその品川からずっとこうつないでいって、東海道53次でしたっけ？その中でもその一番最初に東海道をここなんかこう 今の東海道なんだけれども、昔と今をうまく混ぜるようなところで、はいはいはい、マックさんのアイデアすごいいいなと思ったのが、例えばそこに坂本龍馬がなんかちょっと休憩してたかもしれないっていうようなところの中かもしれない。かもしれないよ。でもいやしてるんですよきっと。間違いない。はい、それは尊の間違いない。でそこに銅像でもいいですし、はい、あとは商店街がシャッターとかあるじゃないですか。はい、そこにあの地元のね、四日市でこう絵を描くクリエイターの方いらっしゃれば、そういうふうにこう坂本龍馬がなんか休憩してるような絵があって、そこに一緒に自分が写真を撮って今流行りのインスタ映えみたいな感じでやって、それで何かその東海道 の四日市とかっていうようなこうハッシュタグとかして、その歴史が好きな人たち、女の子が多いじゃない、歴女とかいるけど、そういう人たちも来たりとかして、でこういわゆるその聖地巡礼の中で来てもらうっていうのは、富田はね、明治天皇が要は幕末あの明治に変わるときに天皇が東京へ行くじゃないですか。行くときにあれ一応まあ旅行に行くって言って出たんですよね、あの京都離れるっていうのは。だから今天皇は今でも東京へは旅行に行っとる状態 で京都の人たちは天皇は今旅行行っとるもんで、また帰ってくるって思ってるんですよ。だから京都に御所があるじゃないですか、はい、で一応そういう風な理由であの東京へ、まあ、要は天皇を江戸首都にしようとしたもんで、明治政府が連れて行きたいっていうので、そういう理由で連れてた時に富田で明治天皇が泊まったっていう場所もちゃんとあるんですよ。宿泊されたっていう、そう、そういうのも幕末のね、あの龍馬がどこで休んだっていうのはあの歴史の今のところ証明されるものないけど、明治天皇があのお休みになられた場所はちゃんとあるし、四日市の中に結構ね、そういうのを探していくと結構あるんですよ。なるほど、なるほど。四日市でもその東海道53次の、まあ、四日市って43番目の宿町なんですよ。昔なんか作っとったね、43、今もあるのかな。ありますよ、43っていうのを結構キーワードにしてて、でよそ見っていうのを一つ の、まあ、そう活性化の材料にしようっていうのでやったものがあったんですよ。僕のお店は四日市塾っていう名前を店につけてるんですよ、はい、うん、で僕は現代版の宿町をもう一度作りたいなと思ってて、あ、なるほど、なるほど。で四日市の次が追分なんですけども、追、分から伊勢街道と京都に分かれてたんですよね。お伊勢さんに行く人は必ず通ってたんですよ。なるほど、なるほど。でその本当に先ほど言われたように歴史ある人がたくさん通ってたところの拠点なんですよ、四日市っていうのは。で小屋から船やしな、またな、ね、船やで、ここは陸路を必ず歩いとるわけやで、それがこう一番ね、今されちゃってるんですよ、商店街中の総会堂っていう、こう歴史的に見てもすごい場所が商店街を通ってるっていうのがすごいことやる。そうですね。だ結構フル地図とか結構、あのそういうのもあの一ブームになったりとか、あと皆さんそれこ その歴史が好きな女の子がいたりとか、あのみんなそれぞれ分かれてるので、これをなんか一つ集約させていきながら発信していくと、その全方位型にね、この一つの東海道を一個取って広がるので、そういった人たちのそれぞれの目的があるじゃないですか。歴史を知りたい人、なんか廃線みたいなところを追いたい人、今のようなあの昔のもののこうなんか歴史をちゃんと探求したい人で、そこにせっかく来るんであれば当然食じゃないですか。でもこういったあのお店のようなね、お店がやられてるようなことのコンセプトっていうのがあると来る理由ができるんじゃないかなと思うんですよね。
あれ東海道のところね、あの僕の知り合いが五島うどんってやったもんね、長崎のうどん屋を。岡本さんね、これ岡本さんなんか五島三重県じゃない、伊勢うどんにしてもらったんだよね。あのまた五島うどんうまいんやけど、あれがまたうまいんやけど、めちゃめちゃうまい。長崎空港でしか長崎空港そう五島うどんなんかさ、長崎で食べるかあそこでしか多分食べれやん。うどん屋がその東海道のところでね、これなんか店出してるんですよ。うまいんですよ。ちょっとあれやね、あれ三重県のものに変えてもらわなかったね。そう、せっかく食を提供するね、いい場所やということで、でもそういうの大事やなと思って、その殿木さんがその観光インバウンドでその、うん、今もう観光名所って、まあ、昔からある観光名所っていうところはもう変わりなく、うん、だけど今はその、発信の仕方でそこの場所自体が新たな観光名所になるっていう部分では、ああいうその東海道がその商店街の中に走ってるって、多分全国的に見ても商店街の中に東海道が走ってるってないと思うんですよ、ね、それはそうやと思う、これおもろいなと思って、それだと工場夜景ですね、工場夜景そうですよね、あのそれこそ工場夜景って、僕今北海道です、あの室蘭、ああそうですよね、室蘭もあのこの間室蘭の、あの方と市の方も話したんですけど、今観光とかどういうふうにされてるんですか、いやうち工場しかないんですって言ってて、それで工場の夜景で、四日市とかもすごいやられてるじゃないですか、ここで女の子は撮りに行けるんですって、結構県外から来て工場夜景を撮って、それをインスタに上げて、インスタに工場夜景のあれがあるんですよ、ちゃんとなんかそういう集めて工場萌えとか言って、すごいたくさんの人が撮りに行ってるらしいんですよ、だからそういう今のなんかこう観光っていうと、工場だったりとか、十分素材揃ってると思うんですよ、ですね、その四日市って僕ね、ベースはやっぱり四日市ぜんそくやと思うんですよね、っていうのを僕らはずっとこうどこかに持ってるというか、フリーザーさんとして、はい、でマックさんでも僕らでもなんですけど、やっぱり そこで育ってるじゃないですか、僕塩浜で育ったんで、まさしくあの中で育ってるんですよ、でこう四日市が好きって言える人がすごい少ないなと、シティプライドが低い街なんですよ、なるほど、でそれの根底はそのやっぱりこう県外の人から四日市って知ってるっていうと、四日市ぜんそくでしょって大体言われる、いやもう小学校とかでは必ず、あの写真僕は通ってた小学校ですからね、そうなんですか、出てくるやつがな、サイレンが鳴ると教室に家帰って、はい、窓を閉めに来て空気清浄機入れるっていうところで僕は育ってる、なるほど、でそこでシティプライドが育まれるかってなかなか難しいじゃないですか、でも僕はそれを変えたいなと思ってて、でもそれ今変える材料がいっぱい出てきてて、で工場夜景もそうですし、はい、でそういうその四日市塾っていうのをもう一度、ね、再生するっていうのが一つの本になると思うし、でこのお茶でもね、これ四日市さんって言えばいいのにっていうところが始まってるんですけど、四日市さんって言わないんですよ、伊勢茶とか宇治茶って言うんですよ、あそうなんですか、で生産者の人たちを僕は回った時に四日市さんって言うと売れないっていう、あイメージがそうね、なるほど、でそれじゃいかんといって僕とかメニューに全部四日市さんって入れてるんですよ、四日市で取れたお茶を使ってますっていうのをちゃんと評価して、でそれを四日市の焼酎で割ってこういうのを作ろうって言って、でちゃんと四日市を PR していきましょう、この間僕その四日市のお話をいろいろ聞いた時ですね、その四日市喘息の話だった、四日市喘息ってあのおそらくまだいまだにあると思ってる方ってすごく多いと思う、でもすごい短期間であの社会問題を解決したという、これが実はすごいんだっていう話を聞いた時に、そこをもうちょっと PR することによって、やっぱりその社会課題を短期間で地域ぐるみで解消したっていう、このポテンシャルってあるじゃないですか、だからそれはある意味過去のものであって、今は四日市って全然そういったものでないんです、むしろそういうものに対して乗り越えるあの町の力があるんだって、だからそこをもうちょっとプラスに変えていくような感じに今やってますってなると、それがなんか逆に話題なんじゃないかなって、まだ四日市ぜんそくあると思ってますかみたいな感じぐらいですね、確かに、先生の武田邦彦先生がこのミエチューブへ来ていただいた時に、はい、まさに四日市ぜんそくの話をしてて、で四日武田先生曰く、あの四日市はあの唯一その企業も成長しながらその課題を解決したそういう環境問題 あの唯一の都市だって、世界中見渡しても大問題が起こるとその企業を潰しちゃったりとかしてしまうんだけど、でも唯
四日市はそれ唯一、うん、経済成長もしながら課題を短期間にそれこそ解決することをしたのはもうちょっとこうあのしっかり言ってもいいんじゃないのっていう話もねしていただいとって、まさに今トノクさん言われた通りで、まあ、そのあたりを、まあ、ただ今までねまだやっぱその被害に苦しまれた方たちも確かにいたのも事実なん でその方たちにあの課題解決したんですよって言っちゃうと、いやいやそうじゃないよっていうのも一方であったりしながら、まだちょっと歴史になってないところも実はあって難しかったんですけど、ただ今後はやっぱり四日市の価値っていうかね量を高めていくためにもそういう事実としてやっぱそっちの方面も伝えていく努力がいるかもわからないですね。いやそれこそ稲垣さんのこのバッチの SDGs のこれはなんかそういうあの社会課題を解決しましょうって目標値に合わせてこの四日市のプロジェクトは行ってますよっていうようなそういうなんかこう流れを作ったらいいんじゃないですかね、はいはい、これあの